始まりました。新作おすすめランキング映画評論家の森田と申します。そして映画ジャーナリスト長光新です。どうぞよろしくお願いします。いやいや一週お休みしましたので2週ぶりのこのコーナーになりますが、はい、まあ、必然的に合併後ということになりますね。今回もあの祝日がありますので近いと、はい、いうこともありますね。まあそうですね、はいはい、通算第26回目になりますね、はいはい、その週劇場公開のある新作の中から、我々助さんと僕が両方鑑賞済みの作品に絞って独断の合規制で毎週ベスト3を勝手に決めていこうという大変不相な企画でございます、というわけで2月、5日6日の週で、はい、11、12、13の週計2週分、まあもう、はい、過ぎてる部分も公開中のやつもあるわけですが、はい、まあ、その中からベスト3を、ね、選出するということでよろしいですね、はいはい、で例によってこの企画では、かつめしのクラブのオンラインで取り上げた作品と、あと例えば劇場パンフレットに寄稿した作品なども除外して、ベストを選出しようというルールをこれまた勝手に設けております、それで今回分で言いますとね、まずあの哀愁シンデレラが翔さんの MC による、はい、動画が絶賛公開中ということで、絶賛公開中です、はいはい、バーンとありますね、はいはい、もう見ていただいた方も多いんじゃないかと思います、はい、あとここのコメント欄ですね、あの TO さんからリクエストもいただきました、はい、ありがとうございます、はい、中国第8世代恐るべき第8世代の、グー・シャオガン監督の長編デビュー作、春光水弾を、まあ、月永さんも交えやりましたね、はい、やりました、やりました、やったんですよ。まあ、前提としてね、これは今回入ると1位相当なんですけども、はい、まあ、それを踏まえた上でいろんな突っ込んだ話も、ね、100分ですね、100分また話したよね、はいはい、特にあの月永さんからね、はい、まあ、優しい毒舌が、はいはい、後半こう、ね、あと増えていくという、まあ、炸裂するというちょいね、はい、ぜひ、お楽しみいただければと思いますということで、はい、まあ、似たような時期に配信されるそうですね、はい、はい、分かりました、まあ、それ以外のじゃあベスト3ということでよろしいですか、はいはい、では早速いきましょう、まず今週の第3位でございます、韓国映画ノンストップあ、チラシはないないです、ないか、まあ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 、はい、後で、はい、OK マダムというね、まあ、現代というか英語題で、はい、割とね長女紹介されてたよね、あ、はい、この英語題でね、OK マダム、はい、OK マダム、韓国芸能界のあの大物、オム・ジョンファさんがアクションに挑戦した、はい、非常に分かりやすい、エンタメ映画でございます、これは実は僕が3位にしましょうと3位にしてくださいと言って見ていただいて、あ、はい、まあ、一応受諾されたということで、いや、そんなことないです、非常に楽しかった、まあ、3位の話題作にふさわしい作品、そうですね、3位にちょうどいい、はい、っていう失礼ですけど、いや、僕すごい好きなんですよ、はい、だから、オム・ジョンファさんが5年ぶりの主演作から、そうですね、はい、ミス・ワイフとか、ね、ミス・ワイフから、その前悪魔は誰だとかね、はいはい、出てらしたけど、でもアクションびっくりするぐらい良くなかった、この年でしかも同い年だよあ、ごめんなさいそう、はいはい、おばちゃんなのよ、おばちゃんですね、はいはい、そうマダム、そうマダムやからね、はい、でさ、スタントウーマンとか使ってんのかなと思ったけどさ、でもバチバチご本人が確実にやってる時の動きも綺麗が、綺麗ですよ、バババチ、ね、そう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 ミシェル・ヨーみたいな、ね、そうですね、はい、だそれ意外な驚きだったんですけども、はい、去年ね、はい、エクストリームジョブがあったでしょ、はい、まあ、あの流れで見れると思うんですけども、はい、香港映画に近いよな、近いです、韓国映画なんだけど、香港映画みたいな韓国映画のラインがあって、エクストリームジョブはミスターブーとか、はい、マイケル・ホイの系風、香港フライドムービーとかね、はい、香港フライドムービーって別方で新ミスターブー、香港、グワグワコケコッコ戦争とかっていうのはい、そっちなんですけどね、はい、むしろね、馴染みがいいのは、やっぱ韓国の友達聞いたら、やっぱ韓国のそういう、うん、なんていうか30代40代の、うん、まあ、監督、かなり香港映画を影響ってことよね、はいはい、っていうのが見えてきたわ、はい、この流れで、はい、エクストリームジョブ、ノンストップの流れで、はい、しかもファン的な気持ちでやっぱオマージュしたいっていうか、うん、そういう、うん、気持ち、最近結構そういう作品もたくさん作られて、エクストリームジョブは、うん、だって歴代動員1位になってていますし、大ヒット、ね、大ヒットですね、実は面白いもんね、面白いですね、フライドチキンと、そうフライドチキン、はい、コリアンフライドムービー、そうですね、はい、ノンストップはあれ興行はどう良かったんだっけ、
いやコロナの影響があるかなちょっと分からないですね、はい、うん、でもまあ受けそうな映画ですよね、はい、まあお話はね本当にベタベタで、そうですね、はいはい、オモジョンハさんは一見ただの、まあ、マダムというかパン屋のおばちゃんなんですね、うん、そうですね、揚げパンですよね、揚げパンがめちゃめちゃ美味しそうなね、はい、あのまあ明るいおばちゃんなんですけども、うん、まあ、ところが実はっていうね、そうですね、うん、で夫、はい、パソコンの修理工となっている、はい、まあ、優しい旦那さんがいて、うん、まあ、彼がオロナミン C のね、くじ、うん、韓国のオロナミン C ってくじがあのね、キャップ限定じゃないですか、限定か、限定かずっとあるずっとあるのかな、ずっとあるかな、分かんないです、限定よな、限定だろうと思う、うん、ずっとやるのは大変じゃないですか、ね、あのさ、5、6年前だかに、はい、その大塚製薬だったっけ、はい、オロナミン C が韓国で出し始めたみたいなニュース覚えてたのよ。あ、そうですか。うん、そうそうそう。はい、だから、ああ、本当なんだと思ったんだけど、まあ、そのくじで当てたハワイ旅行に家族で出かける。大塚製薬はやっぱりね、中国もあの血清局的にポカリとか出してますし、ね。ああ、はいはい、そうかそうか。はい。確かにそうです。そうですね。うん、はい、で、まあ、あの、この旦那さんも、まあ、いろいろ、ところが実はみたいな、ね。そうですね。ところが実は。ちょっとネタバレは。まあまあまあ、はいはいはい、ありつつ。はい、うん、まあ、まあ本当ね、まあ、今時ちょっと珍しいぐらいの極都合主義の嵐、そうですね、で一番面白いと思ったのはあのやはり結構閉じられた空間、うん、密室的なところで対策的な感じになっちゃうじゃないですか、はい、対策的一応な、はい、航空パニックだからね、はい、これそのハワイに行こうとして、まあ、これ序盤だからいいけど、そうです、ね、まあ、その飛行機がハイジャックされる、はい、ハイジャックものなの、うん、でもまあ、 あのハイジャックものだってさ、もう言ってももうセットやん、セットですあのだからさ、あの初期の72年のハイジャックとかとエアポート、あの77とかのエアポートシリーズっていう、うん、往年の航空パニックアクションっていうのはやっぱりセット丸出しで、うん、でまああのいろいろ起こるっていうあの感じ、ね、感じですね、はいはい、うん、それをまあ、あれも昔的な感じはある、昔っぽい、はい、昔っぽいんだけども、はい、まあ言ってもさテンション高いし、うん、あのまあ、コメディとしてそのベタベタなコメディとしてやっぱり面白いし、まあ、映画なんて ね、 そうですね、これぐらいでいいんじゃないかっていうような、あの気持ちストーリーの展開も面白かったんですねそうそうそうなんかねこれぐらいでいいんじゃないかなっていう気持ちになって、でそれをちゃんと支える技術はパワーがね、はい、あるっていう、まあ、十分じゃないかなと思います。であのさっきねオムジョハンさんと、あのあジョンハさんと、はい、あの同い年って言った71年生まれなんですけど、はい、1900、はい、これはねあのマブリーことマドンソクさんも同じなんですよ。なるほど、ね、だからさ、はい、出てほしいなって、ま、あのマブリーぐらいアクションあの、はい、アクションの役者としてね、これからキム・ランギル出てますね。あ、そうだね謎の役で、謎の役だな結構だからさキャストも豪華、ね、豪華ですね、はいはい、ですからね、こういう作品ですけど、まあまあぜひ、そうですね、はい、ご覧いただければと思っております。そして今週の第2位でございます、はい、ドキュメンタリー映画ディエゴ・マラドーナ2つの顔でございます、はい、あ、パンフ、パンフです、はい、昨日買いました。劇場でもう前に見てた、ね、前見ました、はい、2019年の映画です、ね、そうなんですよ、はい、あのそう2019年の作品なんですけども、はい、まあね、あのくしくも、昨年2020年の11月25日に、はい、まあ、60歳 で、 そうです、ね、亡くなられました伝説のサッカー選手マラドーナさんの、まあ、波乱万丈すぎる人生の真実に迫るドキュメンタリーでございます、はい、監督はね、あのアイルトン・セナ音速の彼方やあのエイミー・ワインハウスのエイミーで知られる、イギリス出身のねアシフ・カパディアさんということで、これはまあジョさんに、まあ、サッカー大好きジョさんに語っていただくしかないなという作品なんですけど、ね、いかがでしたか。やっぱり前あのマラドーナ氏にのドキュメンタリーも何本か出ていて、ありましたね、クストリッツァ監督、はい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 、見てます。 あれはあの、まあ、よくマラドーナについて一番できているドキュメンタリー映画って言われているんですけど、今作はそのさらにあのマラドーナ氏について、うん、あのまあ、いろんな素材を再編集して、多かったよね、すごかったです。編集の素晴らしさはやっぱり今回特にそのマラドーナ氏がナポリにいる7年間を焦点にしたことは、はいはいはい、いろんな要素を入れたことが、そのマラドーナっていう、だって2つの顔、ディエゴとマラドーナっていうことを本当になんか完璧に描かれたと思います。あの今回やっぱりあの亡くなった後ちょっと改めてあの
だって人生が終わったっていうことも含めて、うん、昨日劇場まで見に行ったら、うん、改めて本当にふさわしい人生だなと確かにね思いますね。前は 何のタイミングで見てたの？前はあの確かに香港の映画祭で見ましたね、うん、はいはい、そうかそうか、はい、それでね、だから当時はまだご存命だった。そうですね、当時はしかも私に関しては父からマラドーナの話はいろいろ聞いてて、あ、なるほど、ね、あ、ただやっぱりあのサッカー好きなんですけど、うん、あのリアルタイムでマラドーナのサッカー試合見たことないので。そうだな、だって生まれるちょっと前だもんね。ちょっと前はあのメキシコワールドカップですし、そこがもう分岐点。そう、ドイツ、あのイタリアワールドカップも2歳。だからさ、はい、言ったら悪評が立ってからでしょ。いや、だいたい悪評しかないです。だいたいこの人クズだなとずっと思って。いや、だからさ、はいはい、あのさっき言ったありものの素材のね、はい、編集力で作っていくっていうこのアシブ・カパディアさんの、はい、まあ、すごいところだと思うんですけども、はい、あのセナにしろ、はい、エミワインハウスにしろさ、はい、でも今回さ結構残酷だなと思ってたのは、はい、セナもさワインハウスもさ、うん、亡くなってからの映画なのよ、はい、でもこれまだ存命中に撮っているんだけども、うん、あのイタリア W 杯の、はい、あとまあセックス&ドラッグスキャンダルにまみれんじゃん。はい、まあ、あなたがもうよく知ってる頃っていう時代、そう、ね、はい、あそこでさ、あそこからの尺が これぐらいしかないすぐ終わるでしょ。はい、はい、あのだからさ、そこで彼の人生は終わったとでも言いたげな省き方だったな、はい、やっぱ編集一番うまいのは あれなんですよ、うん、なんかイタリアワールドカップの準決勝を中心にしたんですよ、うん、はいはいはい、対イタリアでナポリで試合するっていう、あの要するに挟み撃ちをね、あのアルゼンチンで、はい、あのまあブエノスアイレスかの貧困地区で生まれた、はいはい、ディエゴだが、うん、マラドーナはそのナポリのチームのナポリ、まあ、ヒーローですね、ヒーローになっていった、はいはい、その彼がそこで、そうです、全ての矛盾が全部そこに一瞬で、はいはい、うん、だって試合の前に俺たちはマラドーナを応援しますって言ったイタリア人もいるんじゃないですか、うん、はいはいはい、はい、そこでね、はい、分断や何や混沌が起き、はい、であれ準優勝、準優勝ですね、でその後がもう、ここから彼の人生は悪いことばかりですみたいな、でもお任せこう想像してください的な感じじゃないですか。すごい構成だなと思ったよね、はいはい、だからクストレッツァのどうなっていうのはもうかなり優しい内容 で、はいはい、まあ、基本的にあのホセ・ムヒカさんのね、はい、あの そうだけどクストレッツァが自分が共鳴した方の商用として取りますからね、はい、あの基本スタンスとして、うん、そちらに比べるとねこっちはまあまあ、よく言えばニュートラルだけども、うん、ちょっとドライなぐらいでした ね、まあ、かといって愛情にはもちろん満ち溢れてるんですけどもさ、はいはい、改めてやっぱサッカーの凄さも感じられる一本だと思います、ね、はあ、それはどういうとこですか。どういうとこっていうとだってサッカーの試合で、うん、あのイタリア人じゃないそういうライバルのアルゼンチンに応援するぐらいのパワーを持っているんですよ。そうやな、はいはい、いや、あのさ、はい、そんな知らないじゃんさ。でさ、えぐいなと思ったのが、はい、マラドーナがそのナポリのチームに入った時よ、はい、敵側のさサポーターのヤジひどいな。ひどい。いや、これ言ったらトランピスト以上の今は絶対無理でしょ。そういうことですよ。もうアウトなこと言ってんなこの人たちっていうぐらいエゴかったなあれ。いや、しかもマラドーナ氏だけではね、ナポリに対する差別もすごかったですね。そうそうそう、映画の中では、まあ、結局でもそういうことですね、はいはい、これもね、映画の中で言ってるんですけども、はい、ナポリ人はイタリアのアフリカ人だという言い方していて、はいはい、まあ、差別 その痛い目をこうガンガン受けてきたっていうね、まあ、実力として語られてる、はい、うん、でもさ、この監督さんのカパディアさんの人物や題材の好みってめっちゃわかるね、はい、やっぱあの天才型のそうです、ね、こう振幅の激しい、なんかこう最高と最悪の両極に針が触れるような、はい、まあ、エクストリームな人が好き で、ね、まあ、こういうなんか現代の偉人シリーズはなんか続けてほしいなと思います、ね、そうですね、特にやっぱりあの有名な神の手と五人抜きのシーンはさっさと終わっちゃったんです。終わったな。そんなに別にあのだってそれはあのマラドーナの賞、あの人生最高の賞点って言いつつも映画の中にファッて終わっちゃって、はい、うん、あれはいいですね。いいですね、やっぱり他のいろんな細かい要素を入れたりとかはすごくうまくて、例えばなんかあの確かにユベントス戦で、ナポリはやっぱり その時はまだ強いチームではないので、うん、いわばそういう、ね、弱かったみたいな、ね、はい、うん、
強豪のユベントゥスが勝った時、うん、だってファンが 5人で倒れたとか心臓病になったっていう、それくらいそういうどれだけ偉大なのかを、うん、こういうシーンとかいろいろ入れてすごかったなと。まあその神格化の反動がすごいっていう、すごいですだからさ、言ったらその2つの顔っていうのもそうだけども、うん、メディア論も絡めてるわけですよね、はいはい、ドキュメント、人物把握として、まあ、ディエゴとマラドーナが助さんおっしゃってる、はい、でディエゴは、まあ、ブエノスアイレスの貧困地区に生まれた頃からずっと変わらない素の彼で、良くも悪くも。でマラドーナは後から作り出された人格であり、まあ、世間用あるいはメディアとビジネスの要請に応えたペルソナであるっていう、でそれがこんがらがって神格化のえぐいほどの反動が起こるっていう人物把握が流れてて、まあそれはでも過去作ともやっぱ共通する構造だなと思いましたね、はいはい、だからこういうやっぱり天才児に、天才児問題児にこの監督さんすごく惹かれるんだなっていうふうに思いましたね、はい、いやでも、うん、サッカーのサッカー人生は短いから、よりなんかそうだね、はいはい、濃厚でしたね、はいはい、うん、あんなナポリの7年間いろんなことできましたね、コカインとかも、いやそうそうそう、はいはい、だからなまあこうだから本当ね、その30歳以降ぐらいか、だから本当バツッと切ってるのって、はいはい、もっと前からかな、もっと前かな、もっと前かな、はい、もっと前かな、そういう意味ではもう短い、まあね、セナさんもエミオ・アワインハウスもそうだけども、うん、そういう意味で言うとやっぱりこう短い時間の間に性の燃焼をギューッとやった人が好きっていうところもあるから、この構成になったのかもしれない、ね、そうですね、やっぱりなかなかマラドーナの後でもこのようなそういう伝説的な、まあ、スポーツ選手がほぼいないっていう感じも、うん、だってその時のナポリはまだ弱いチームで、ほぼ一人の力でチャンペーンまでいけたっていう、うんうん、なんか典型的なあれよね、成り上がりパターンでもあるってことね、そうですね、はい、ハングリーな底辺の底辺からというか、はい、と頂点まで上り詰めたっていう、うん、まあ、ドラマチックですよね、はい、あとまあやっぱりね、その映像素材っていうとこですよね、もう本当にその撮り下ろしとかなくても、そうです、ね、これだけ映像素材をこうガスッと集めてきて、はいはい、画質悪くても大丈夫ですねそうそう、いやあれはいいですね、はい、うん、これだけのものはね、はい、そのドキュメンタリー映画の蘇生の仕方も、まあ、変わってきたなっていう気は非常にします。80年代も素材いっぱい見つけるのもね、あ、そうそうもう撮る必要ないんで、もうずっと話してるほどでもありますね、まあ、ぜひご覧いただきたいなと思っております、はいはい、というわけで、いよいよ今週の第1位でございます、はい、西川美和監督、素晴らしき世界でございます、はい、まあまあこれはね、はい、やっぱり今回そうですね、ちょっと頭一つ二つ抜けてるっていう感じはしましたよね、はい、まあ、春光水弾が入ればここで、まあ、一騎打ちぐらいの感じですよね、はい、そうですね、ちょうどね、はい、ちょうどって言ったらあれだけど素晴らしい作品、はい、本当に、西川美和監督の、長編第6作で、まあ、佐々木隆三さんのね、この身分帳が原作、はい、これ僕読んだことなかったんで初めて買ったんですけども、うん、まあ、このカバーをめくるとこういう元の、はいはい、表紙が出てくるという、うん、を原作に、まあ、役所広司さん演じる、うん、出所した元ヤクザの、うん、殺人犯がシャバに戻ってきて、まあ、現実社会の中で悪戦苦闘する、様を追ったドラマということになります。ジョさん、これはどうご覧になりましたか。いや、まさに先週というか前回の新作をおすすめランキングの中でも少し話出たと思いますけど、はい、そうですね、ヤクザと家族の藤道人監督 の、うん、続きっていうか、まあ、関連性のある一本っていうか、うん、確か、うん、という作品なんですけど、要はヤクザのっていうヤクザの時代の終焉っていうことについても、うん、あとやっぱり感じたのはやっぱ日本の高齢化社会とかもいろいろいろんな要素から描かれたりはしていて、ね、やっぱり今回役所広司さんが演じた三上っていうキャラクターっていうか人物が、はい、その人やっぱり素晴らしき、うん、世界に生きているっていうか、うん、その人を通していろんな問題を全面的に感じられる一本だと思いますし、私結構今回役所さんの演技に、うん、感動しましたね。あ、はいはい、そうですね、素晴らしかったですね。そう、はい、もう素晴らしき世界っていうタイトルが、まあ、はい、まあ、苦いですね、苦いです、非常に、はい、まあ、その苦みっていうのもね、うん、いろいろこう人によって変わってくると思うんですけども、うん、
僕ね、だからこれいや本当ね、もう見事だと思うんですけども、なんていうのかな、多分ね、一見したよりすごく難しいことを西川監督今回やられてるんじゃないかなって思うんですよ。っていうのはちょっと思ったのは、これまでの西川監督の作品って、まあ、社会の行動っていう言い方をよくするんですけども、社会の規範からね、こうはみ出していく、まあ、行動だとか情動に、まあ、人間性というか、生々しい人間味のもうありかをこう問う構造があった、まあ、ヘビイチゴ、ディアドクター、夢売る2人だと全部詐欺っていう、あの主題を扱ってて、で、まあ、揺れるも ね、まさにそうじゃん、こう一瞬の、一瞬の揺れる、そう、揺れるの中でカッとなったものがこうそのコードからはみ出ていく、ものとなって、前の長い言い訳は、まあ、言ったらやや近いんですけども、あれは犯罪への傾斜っていうのは描かないんですが、でもやっぱり結婚とか家庭とかっていう、まあ、制度ね、制度的なとことの、その表と裏を巡るカップ、ある意味犯罪でもありますね。あ、そう、ある種ね、まあ、その不倫とかいうの犯罪というのはあれだけども、でもそのコードからはみ出るみたいなことで言うと、やっぱりその流れにあって、で、まあ、長い言い訳にはちょっとね、その行動からの距離とか扱いが近いかなと思うんですけども、基本的にはそのこれまで西川さんがやってこられたものを今回くるっとね、真逆とか反転させたように見えるわけ、つまりその、そもそもこの役所広司さん演じてる人は人間味がすごいっていうね、まあ、ヤクザの世界で、まあ、その殺人って言ったってその義理人情、義理人情ですね、中で駆られてやっちゃった、要するにもう高純度、純度 100% のような人間味の塊のようなこの三上という方を、まあ、世間というか市民社会の枠組みにこう逆にこうグーッと押し込もうとしたらね、どうなるか。今まではだからこう行動からはみ出ていくものに人間性を見てたんだけども、今回最初にそれをやって型の方にグーッと押していった逆のことをやってるって思ったのよ。で、一般にはそれってその更生とか社会復帰とかって呼ばれる過程になるんですけども、このなんかその、まあ、ところてんじゃないけど、なんかこの型から型にこの三上という人形をギューってやったら、もうブニュブニュってこう悲鳴を聞こえるわ、なんか肉ははみ出るわみたいな感じのきしみがすごい起きてる、複雑なね。で、そのきしみっていうのが一見そのなんだろう、ウェルメイドな作りなんだけども、やっぱりかなりいろいろある出てるなって思うわけ。そうですね、これ難しい。やっぱりさ、映画ってアウトロー美学とかアウトロー参加のロマンに寄り添う方が収まりがいいんです、いいんですね、はい。例えば僕ちょっと連想したのは、1983年のリュウジね。ああ、はいはい、はい、金子翔一さん の主演脚本、伝説の一本、伝説の一本、ね、川島徹監督のね、あれはヤクザが、まあ、ちょっと似てんじゃん、似てるんです、一回シャバに戻るのよ、でもやっぱり市民社会の高度に馴染めないで戻っていくっていうね、やっぱり人間の業はみたいな感じ、人間と社会の距離っていうかね、はい。だけどそれで言うと、この素晴らしき世界っていうのはもう現代はそのリュウジっていう ある種のロマン もう不可能である、リュウジの不可能性を踏まえた内容になっているという方もできるかなと思う、で原作はさ平成2年って1990年に刊行されてるもので、もう30年前ですよ、ね、そうなの。だからね、暴力団対策法のちょっと前、です、あれ平成4年とかだったでしょ、だからそこはね、さっき言ったように時代の置き換えということで意味合いが変わって、その現実もさらに一筋縄ではいかなくなっていくわけですよね。でやっぱりそのさっきアウトロー参加アウトロー美学って言ったけど、まあその旧来のヤクザ映画と今回何が大きく決定的に異なるかって言ったら、やっぱ体制側っていうか公的機関の人たちがいい人なのよ。いや非常に素晴らしい、素晴らしいんですよ、はいはい、市役所だか区役所だかで出会ったケースワーカー北村幸也さんが演じる、あんまりにもいい、すごい素晴らしい人だなって。普通さ、こういう作品を描くと、やや風刺的な作品で描くと、ああいう役所にいる方は大体悪い人です、大体悪い人になっちゃうんです。冷たいね、要するにマニュアル通りのことしか対応してくれませんでしたっていう感じになるんだけども、意外なぐらいその親身になってくれる、これ実際そうだもんね、でもね、そうですね、だからあの
結構さ、そのフリーで仕事やってるからいろいろそういうとこに行くね機会もあるんだけども、はいはい、確かにすごいそのマニュアル通りの冷たい方もいるんだけども、はい、ただね、ちゃんと聞いていけば、はい、その、持ってらっしゃる役割の中で対応していただけるんですよ。当たり前かもしれないんですけど、はい、意外なぐらいちゃんとやってくれるんですよ。でそこを割とその公的機関を、なんだろう、草しときゃいいみたいな批判のノリってどっかあるような気がするんですけども、うん、意外にちゃんと使ったらやってくれるよっていう実感もあって、うん、で多分だからあの西川さんいろいろ取材を、ね、取材しましたね、重ねられてたから、はい、これは本当にそうなの、はい、うん、そういうとこも書いてる、描いてる。私も一応外国人なので、はい、市役所もよくお世話になっています。お世話になるよね。いや、うん、正直中国よりは全然親身ですか、あ、親切です、親切ですか、はいはい、そうだね、はい、まあ、うん、まあ言い方してですけど、日本の入国管理局よりは全然親切ですあれもあの別にあの差別でっていうかっていうんではないんで、でも厳しいのは厳しいのか、うん、いやもう厳しいところじゃないです。あ、そうそうだね、はい、真実です、ね、だ意外にだから映画あのヤクザというものを主人公する映画では珍しい描写なの。いや珍しいんです、珍しいんです。登場人物みんな愛を持ってるんです、スーパーの。そう、いい方々が、ね、いい方々多いんですね。だからあれをさ、何だろう、その何でしょうかね、理想論的に見えるような視座っていうのはあるのかなと思うんだけども、多分そうではないよね。そうではないです、むしろあのこっちの偏見がアウトロ美学的な方向のヤクザ映画の行動に染まってるっていうことだと思う。 そうですね、それをちょっと覆すような現実のいい面っていうのも描いてるんだけど、ただ一方で介護施設ですごくこう誠実に働く職員さんがやっぱちょっと残酷な面を持ってたりとかっていう、はい、まあなかなかね、はいはい、難しい部分を描いてらっしゃる、うん、でその象徴的なのが割と了解可能なストーリーみたいなものをこうテレビ局から、まあ依頼されて、うん、でその三上を取材していた青年を中野太鼓さんが、はい、演じてらっしゃる、まあ依頼した方はあれ長澤まさみさんが演じてらっしゃるんですけどね、はい、そうそうそう、テレビマンをね、はい、でそのタイガさん演じるその青年の揺れっていうのが、まあ、我々のこっちのね、そうですね、いろんな色眼鏡を払い落としたりとかっていうのを同期するようなところが非常にありますよね、はいはい、うん、要は三上さんに近づいていく立場っていうか、うんうん、この社会に近づいていくっていうことも言えると思います。そうですよね、はい、うん、だからもうちょっと彼が世界のなんだろう、レイヤーの奥深いところっていうか、はい、うん、何かこう今まで見ていてなかった人間の何かを発見していく物語でもあって、はい、うん、だからテレビのディレクターでもっていう意味も含めて、あれはだからまあかなり風刺っぽい、風刺っぽいですね、はい、テレビのドキュメンタリーは何を撮ろうとしてるのか、はい、こう分かりやすい、それこそ行動ではない、行動です、感動の行動ではないのかっていうところがまあかなり明確に出てる。だからさ、そういうなんか、まあ行動だ、規範だったり正しさだったりとかそういうものから、もともと人間味という、人間というものは程遠いんだっていう認識がやっぱりもちろんその西川美和監督の中にはあるんでしょうね、はい、まあ矛盾とか闇を抱えた存在である。ただ一方でそのなんだろう、その自由意志みたいなものを暴走させれば共同体の平穏が崩れるっていう認識があって、まあ、そこで日本的なね、まあ、なーなーの同調圧力の中で、まあ、空気を読むみたいなことですよね、はいはい、ああいうまあ暗黙知を含めたまあルールへの適用っていうのがこう求められる感じなんですけど、現実社会の実際というのは、ただまあその生きるために、うん、この社会の中で生きるためにその人間を虚勢、人間性を虚勢していくっていうのはやっぱ本末転倒ではないかっていう視点があって、はい、それにまあこの三上という人物は、果たして耐えられるのかみたいな、はい、構造だと呼んだんですけどね、僕はね、すごい構造だと思いますね、はい、め珍しい、珍しいですこれは、うん、戦っていくって感じはしますね。そうだね、はいはい、うん、だからその、はい、意外になんだろうね、そうそう、類似作が、まあ、
ヤクザと家族っていうのはそのテーマの共振はあるし、あの描き方違いますね、違うんですよね、はい、まあ、言ったらそのドキュメンタリーその時に紹介したヤクザと憲法、東海テレビのドキュメンタリーのもあるんだけども、まあ、主題や現状はすごくあの共通してるんだけども、それでも違います、ね、うん、やっぱかなりその珍しい構造になってるなと思う。だからこういう作品、うん、すいません、ちょっとなんか戦っていくって結末はやっぱりかなり難しいだと思いますので、今回もやっぱり賛否っていう感じが出てきたんですけど、森さんはまああの結末言えないんですけど、言えないけど、いや、めちゃめちゃすごい結末だなと思ってますね。あのどこでこの問題、まあ答えの出ないような問題を手放すかっていう、まあ、説話構造でいうと、あの、まあ、これも言わないですけども、はい、ある種、まあ、こうしかないだろうなという結末の要素はあるんだけども、うん、そこに付随する意味合いが、はい、もうかなりその宙づり感があるので、はい、そこにとどまるっていうことですよね。だからまあ問題提起型ですよね、はい、素晴らしい世界なのかということで、素晴らしい世界お任せしますみたいな、素晴らしき世界なのか、ただなんだろうな、一単純な会議でもないっていうところのバランスが、それはさっき言った公的機関の意外な優しさだとか、うん、そういう機能してるところは、まあいろいろ終わってると言われる日本社会だがまだ大丈夫な部分もあるとか、そうですね、うん、だからそういう素晴らしいっていうかひどいっていう言葉だけではないんですね、社会全体は。そうだね、はいはい、うん、だからかなりその意味ではこれはあのその意味のあの多層的な意味を込めてひねり出した、うん、はい、でもかなりジャストなタイトルだと思いますね、はい、あのファット・ワンダフル・ワールドっていうイメージが、はい、あるとは思うんですけども、はい、ぜひご覧いただきたいと思っております、そうですね、はい、素晴らしい、はい、素晴らしき映画でございます、はい、というわけで、まあ、ちょっと番外編ということで、あの他に面白かった作品についても触れたいなと思うんですけども、僕からはですね、ですかね、あ、私は確信するね、これも面白かった、はい、あのジョさんこれご覧になった？いや、まあ、今見れてない、はいはい、あのこれね、私は確信するというこの、放題、はい、元ネタは何でしょうか？わからないです、わからないですか、はい、実はね、あのヒッチコックが結構ネタに出てきて、だから私は告白するのも尻ですよね、なるほどね、あの、はい、冤罪をテーマにした法廷サスペンスなんですけど、法廷サスペンスですね、うん、はい、あの被告の男性がね、まあ、なんか法学部の大学教授なんですけども、うん、映画が好きで映画の本を出してるんですよ、はい、ただでね、なぜか裁判長がヒッチコックにやたら詳しくて、なんかバルカン超特急とか間違えられた男とかの話をするんですよ。でもこの、被告の大学教授の彼は映画は好きですけど、僕ヒッチコック詳しくないんですよいやミュージカルとかの方が好きなんですよみたいな、こういう映画的なネタ面白いですねそうあるんですけど、ただあの映画そのものは別にヒッチ的ではないんですよ、ここがヒッチ的ではないですね、うん、あの法廷劇、ややユニークなアプローチの法廷劇で、はい、まあ、ちょっとあの甘い部分があるなとは思うんですが、面白かったので、はい、あのぜひ、ミステリー映画好きはご覧いただきたいなと思っております。あとね、もう一つ面白かったので、まあ、ないかな、ない、ね、秘密の結婚式っていうのがあって、はい、あるかな、秘密の結婚式、あ、これ秘密への招待状か、はい、失礼秘密の結婚式なんやん秘密への招待状、これこれも面白かった、面白い、これは見ました、あ、見ました、はいはい、これはでもね、結構前に見ましたので、はいはい、あ、これいつの、これは2019年の作品です ね、 あ、ね、はい、あ、そうそう、うん、あのこれもなかなか面白くて、あの2006年 の、 あのデンマーク映画のアフターウェディング、ね、はい、まあ、現代がそうだもんね、これもね、うん、アフターウェディングのリメイクなんですけども、リメイクですね、はい、キャストの男女がね、うん、あの前は男性主人公、今回、はい、女性の主人公、はい、あの有名なデンマークの、はいはい、そうそうそう、あの方ね、出しといてください、はい、これはもうジュリア・ムーアさんとミシェル・ウィルカーフさんのダブル主人公で、はい、まあ、そうなるとね、でもいろいろ結構オリジナルと意味合いが変わってくる部分が多くて、うん、まああの展開にはね、やっぱりちょっと甘い部分はあるんですけど、はい、正直、うん、でも総合的には、まあ、かなり興味深い、はい、面白い映画だなと思いました、うん、印象に残りますよね、はい、あと何かね、
あとね、見てないんですけど、ドキュメンタリー映画で決対の町医者っていうのがあって、あ、これはでもあのやるんだよね確かに。あ、これはあの月永理恵さんが、はいはいはい、あの痛くない死に方の会の時に、はい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 、あの決対の監督の毛利監督も助監の、はい、もう出演するっていう。なるほど。そう、痛くない死に方、高橋万明監督で、はい、あの柄本佑さん主演の、はい、痛くない死に方が2月20日の公開になるんですね、はい、でその原作者であり医療監修の在宅医の長尾和弘先生に密着したドキュメンタリーなんですけども、はい、それをナレーションが柄本佑さんがやられてて、はい、監督が助監督の毛利さんだっていう流れで、あれはなかなか面白かったんです。私も見ました。あ、そう、はい、あの特にやっぱり痛くない死に方を見た見終わってから見ると、さらにその長尾先生っていう神みたいな存在の方なの。あれだから痛くないの方は見てて、あの大変面白く見たんですけども、はい、あの奥田瑛二さんが演じてらした方が、ね、はい、全然違うんですよ。あ、そうなの。感じは全然違う。はい、普通の大阪の関西ですね。あの天ヶ崎です。天ヶ崎兵庫ね。はい、うん、尼崎はね、あの、はい、友人がいたりするので、はいはい、あのすごく馴染みのある土地なんですけど、そうですね、うん、かなりやっぱりあのそれはもともと痛くない死に方のメイキングとして撮ったものなんですけど、なかなかよくできているので、あ、昇格して一本単独の蹴ったら町医者に昇格したっていう流れがある、はい、そうです、まあ、それぐらいよくできてるってことですね。です、うん、あ、じゃあ僕あの痛くない死に方も面白かったんで、はい、絶対見たいと思っております、はい、ジョーさんからないですか、大丈夫ですか。大丈夫です、はいはい、では、こんなもんですね、はい、では今回は以上ということで、皆様今週も良き締めライフをお送りください、また来週どうもありがとうございました。ありがとうございました。